北欧暮らしの道具店のインターネットラジオジャポンと行こう。8月28日日曜日の20時になりました。こんばんは。北欧暮らしの道具店店長の佐藤とスタッフの吉部こと青木がお送りします。インターネットラジオジャポンと行こうでは、明日から平日が始まるなという気分を皆さんからのお便りをもとに、一緒にお風呂に浸かっているようなトークを繰り広げながらチャポンと緩めるラジオ番組です。隔週日曜日に放送しております。ね、8月ももう末っていうことなんですけど、8月後半って、私たちのこの北欧暮らしの道具店っていうお店も毎年ちょっと気合い入る時期ですよね。いやー忙しいですね。吉見さんもお忙しそう。なんか8月の後半って秋冬のシーズンの始まりっていう感じで、新しく作った洋服とかの発売がバーッと重なったりとかしているので、社内がそのリリースの準備で毎年なんかもうわさわさしてて、夏休み取ってる人もいればめちゃくちゃ忙しくしてる人もいるっていう、なんか不思議なテンションが社内に混在してる時期ですよね。ですね、8月ならではなのか、でもこれ9月も続くような気がしてて、9月になると、もう年末来たなってなんか毎年まだ先よ。でもね、吉部さんたちがやってるストア編集グループっていう、そのね、商品の紹介ページ、その販売するためのページを作るっていう舞台は、その気持ちわかる。時空がおかしくなってきますよね。そう、社内でそんなテンションの時期なんですけれども、チャポラーさんに今日お知らせしたかったのが、ちょうど10日ほど前、8月の18日からですね、毎年もう恒例って言ってもいいのかな、お買い物を当店でしてくださった全てのお客様に来年度の手帳をプレゼントするっていう企画がありまして、その手帳を暮らし手帳って、カタカナで暮らしって書いて暮らし手帳っていう名前をつけてるんですけど、ちょっと自分たちで言うのもあれかもしれないですけど、プレゼントでもらえるとしては、なかなか良い手帳ですよね。すごい控えめにめちゃくちゃ自慢しましたね。いい手帳、いい手帳、1年間しっかり使える本物の手帳というか、そうなんですよね、本物の手帳ですね。そうですね、で、私たちのお店が今年9月18日で15周年の開店記念日を迎えるので、またそのあたりのタイミングがいろんなお客さんと一緒にそれを楽しくシェアできるような企画用意してるんですけれども、それに先立ちまして、今年はその暮らし手帳の表紙がですね、ちょっと例年と少し異なって特別感を演出しております。毎年可愛いんだよ。毎年可愛いんです。今年はまたさらにちょっとその可愛さが1段2段アップしている出来なのではないかなと思っているんですけど、イラストレーターの水田さんっていう方に特別にその表紙のためのイラストを描いていただき、ちょっとくすみと落ち着きのあるゴールドの箔押しを使った表紙なんですね、9月からすぐ使える仕様になってます。来年いっぱいまでなので、ぜひお買い物をこの機会に楽しんでいただいて、手帳をゲットしてもらって、私たちと一緒に1年間その手帳を使ってもらえたら嬉しいですよね。ね。ね。そうで、お知らせがちょっと欲張りすぎるんですけど、はい、そのタイミングでシーズンごとにいつも一番最初にオリジナルの服で発売をさせていただいている秋一ボトムスの新作、それから昨年度の再販っていうのも最近毎回やってるんですけど、その発売も始まったばかりということで、でも吉部さんがちょうどその商品ページのクリエイティブの今回、編集担当じゃないですか、どうでした、触れ合ってみて。あの、撮影前に試着も何度もしてみて、表から裏からひっくり返して見てたんですけど、なんかこれまでにとはまたちょっと違うシルエットだし、生地が可愛いですね。あ、本当ですか。上品なんだけど、ちょっとヨーロッパの坊ちゃんみたいな。ヨーロッパの坊ちゃん。ヨーロッパの坊ちゃんみたいな、なんだろう、ちょっとマニッシュっていうのかな、なんかいい感じのマニッシュ感もあって、でも一番はね、腰回りかな、やっぱりなんか膨らまない感じ、
あの内側のゴムのアジャスターの外したり止めたりでウエストのサイズ調整ができるようになってるんですけど、そのゴムのついてる部分が絶妙というか脇だけついてるから前と後ろはゴムのギャザーが寄らずにフラットなままなんですよ、うんうん、なんかそれがすごくすっきり見えるしでもキュッと止まってる感じがあってベルトなしでも楽にフィットできるから体の動きにちゃんとついてくるんですよね。あ、着崩れしない感じがあって生地の表情もいいですよね。そうそう、ちょっとリネンが混じってるんですけどね、うんうん、あとね靴の合わせるのがすごい楽しいと思う。あ、スニーカーも、うん、フラットなシューズ革靴とかもレザーシューズも合うし裾折り返してもいいし大きいボリュームのあるスニーカーにもなんかこうタプッとそのシルエットが、うん、ちょっとこうたゆむ感じだよね。そうそう、裾のところがタポッと普通のボリュームで裾のシルエットもちょっと変わってきてカジュアルだったり上品だったりっていうのが楽しめるのでちょっと履いてもらいたいですね。うん、本当に履いてもらいたいです。スタッフすごい人数で、うん、あの試着をしまくった動画とかも、うんうん、間もなくねこの放送の後になるかなとは思うんですけどそういう番組も公開予定なのでぜひ迷ってる方は動画も参考にしていただいたりして決めに行ってほしいなと、うんうん、思いますね。はい、じゃあちょっといろいろ告知というかねあのお店の話とかもありましたけどちょうど特別なタイミングだったので今日はそんなお話をさせてもらいました、はい、じゃあチャポラーの皆さんからお便りいただいていますので今日もご紹介していきましょうかね。福岡県にお住まいのラジオネームチコ太郎さんからのお便りです。113夜の居心地話を聞いて一人の時間に家で自分がどこにいるか思い出してみようと出勤中の車の中でラジオを聞きました。そのまま駐車場に車を止めてチャポイコを聞きながらレース編みをしていると今って居心地いいかもと気づきました。気候の良い時期は40分ぐらいかけて自転車で出勤するのですが真夏は車での出勤に変更しています。それでも同じ時間に家を出るので車内での15分編み楽しんでおります。はい、福岡県のチコ太郎さんありがとうございます。ありがとうございます。あ、いい居心地のいい場所を持っていらっしゃいますね。そのちょこっとの編み物を楽しむって、うん、いいなね、うん、15分この出勤前に車を止めて、うん、車内で15分編むっていうところに、うんうんラジオをね、ね流していただけている。え、ありがとうございます。ね、あ、そっか、そのラジオを共にね、そうそう、編んでたんですよね。ね、でも確かに家だけじゃないですよね。うんうん、なんかこれね、うん、2人読んで今本当に今思い出したんですけど、うん、うちの母が全く同じあことをされている。そう、ラジオは聞いてないけれど、うん、この車の中でちょっと休憩する時間とかにあの編み物やってる。たり、あとスマホのゲーム、あ、つむつむですか。そう、つむつむやったり、はい、永遠にやってるんですけど母まだやってるのかな。なんか波があると思うんですけど、うん、ブームが、うん、でもこれからまた一仕事やるかっていう合間の5分とかに、うん、つむつむで邪念を蹴散らして、うん、なんか頑張るみたいなんですねじゃあつむつむか編み物なんだお母さんも。そうそう、編み物もね信じられないぐらい、これ誰が被るのっていうぐらい帽子とかベストとかを製造して、それを LINE 通話の画面で見せてくれるんですよね、うんうんうんまあ、その話をずっと聞いてると、うん、なんか母の YouTuber 見てる母の YouTube チャンネル見てる錯覚に陥って、カメラの位置とかも最適なんですよ。自分が全部映る位置にこう置いて通話してて、でこれが最近作ったやつでみたいな、ベレー帽みたいなのがポーって積まれた。ヨシベに送ってきてくれたりとかはしないの？でこれ送ろうかって言うけど、あ、大丈夫ってじゃあこっち、これやったらいるみたいなので、すごいなんかこうブランケットみたいなのをうわーって出てくる。最高に可愛かったんですけど、それは、へー、でその着てるものもかなって聞いたら、なんかそのすごい、うん、だから編み物がすごいんだね。そう、すごいんですよ。そっかそっか。でも誰に着せようとか自分が着ようとかじゃなくても、編むことがある種の瞑想じゃないけども、うん、自分にとっての必要な作業なんだろうね。そう、ただただ楽しいらしくて、うん、ゲーム感覚と同じなんだろうねテトリスをはめては崩すみたいな感じなんでしょうね。うんうんうん、なんかすごいなっていうのは、この
お便り読んで思い出しちゃいました。ちょっと脱線しましたけど、ね、吉部のお母さんもじゃあ一緒ということでね、はいはい、でも居心地の話聞いてくれてお便りいただけてすごい嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次のお便りいきましょう。東京都にお住まいのラジオネームパルコに恋してるさんからのお便りです。今年の3月に縁あって結婚し、生活の変化に戸惑う毎日です。頑張って作ったご飯も食卓に出した瞬間になくなってがっかりしたり、自分のものだけが散らかっていて恥ずかしくなったり、仕事との両立や新しい場所での生活にキャパオーバーで熱も出し、やっと余裕が出てきた今日この頃、良い夫婦とは、楽しい生活とは、ということを探すためもがいた中にチャポイコとの出会いがありました。佐藤店長のキャップちゃんと閉められない症候群の話や、吉部さんのぬいぐるみをめでる話、リスナーさんやお二人の話を聞いていると、このままでもいい、できないことを頑張る必要はないのかと、心の緊張がすっと楽になりました。本当にありがとうございます。佐藤店長と吉部さんのお二人は結婚したての頃どのような心境だったか、諦めたことや続けたことなどあれば教えてほしいです。はい、うん、東京都のパルコに恋してるさん、ありがとうございます。ありがとうございます。なるほど、結婚したての頃、だいぶ前ですけどね。でも今年の3月ってことだから、まだご結婚されて半年ぐらいってことですよね。あ、本当そうですね。だから本当に新婚さんってことですよね。まだ、はい、うん、まあでもこれまで一緒にいなかった人と一緒に暮らすって、それだけでも結構、うん、まあ、楽しいけど、楽しい半分ストレス半分というか、うん、ストレスですよね。やっぱりね、なんかの回でもなんか2人でね話したような気がしますけれど、うん、変化ってやっぱりストレス、そうそう、変化ってストレス、いい変化もそうそうそう、悪い変化も、そう、転職とか、そうそう、まあ、結婚とか、新しいその学校に入るとかって喜ばしいことでもあると同時に、うん、やっぱり環境がガラッと変わるので、うん、負荷がかかるから。この方も熱出してって書いてありますけど、うんうん、私もね高熱出してましたよね。腎炎になりました。あー、熱出たね。私もね、意味もなく一人で動物園に行きたくなったりしてました。あ、本当、うん、多分あれストレスだったんだと思います。だからそういうものなんだよね。なんか、うん、こう結婚したらこうとか思い描いてるものもまあ一部あるのかもしれないんだけど、うんうんうん、実際はまたそこから新しい鍵括弧生活っていう感じだから、うんうん、本当にその中でまたいろいろ自分の至らなさとかに新たに気づくっていう日々だったなって思い出すな。いや本当に、私たちって至らないねって言い合う20年みたいな。いや本当ですよね、うん、私もあの近所にお互い一人暮らししたんですよ、同棲とかせずに、うんうん、はいはい、だからそれぞれ自分の家を最後まで確保したかったタイプなので、うんうん、まあ行き来はもちろんしてたんですけど、一人暮らしのアパートから新居も近くて二人の家っていうのが、うん、なんかあの時の心境は覚えてるね。あ、一人暮らし終わるんだなみたいな感じと、二、うんうん、人で暮らすのかっていう、なんとも言えない喜びももちろんあったんですけど、いろんな心境がないまぜだったなと思いますね。私どうだったんだろうな。でも会った瞬間にもう暮らしが始まった感覚があったんですよね、うん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 、始まってないんですけど、うんうん、なんか貧しい学生だったのでお米をもらったりしてたっていうのが、その生活が始まってる感じがあったのかもしれないんですけど、なんかそれがずっと続いてるっていう感じです。うん、そうだね。だから特に流れで決意もなくだけど続けてこれてるのは、まあストレスはあるにしろ楽しいこともあるからだし、うん、発見とかもあるし、自分も変わっていくけど相手も変わっていくし、なんかその変化が好ましい変化だったりもするので、まあ、続けててよかったなぐらいの感じですかね、うんうんうん、ちょっと当時の心境はあんまり思い出せないけど、うんうん、あの応援してますって言えるほど気づいてきてないんでね、私たちも。そうなんですよね。年だけは重ねてきたなって、けどまだまだ子育て真っ最中で奮闘してるしね、うん、何もなんかこう気づけたって言えるような、まだ振り返れるようなところの地点にはいないけれど、まあでも楽しいこともあれば大変なこともあるっていうのはどの地点も一緒なんだよね、うん、お便りありがとうございました。はい、じゃあいよいよ今日のテーマに行きましょうか。
今日はね、持ち込み企画というやつですよ、うん、植物と暮らすっていうことをテーマに喋っていこうかなって思ってます。これまでもね、たびたび何度か植物テーマとかインテリアとかのお話してきたかなと思うんですけれど、なんかね、よくいただくんですよ、お便りで。ね、うん、うん。お花は、選び方は、飾り方は、観葉植物はどんなのがいいのか、虫が出たらどうしたらいいのかとか、いろいろいただくんですけど、なんかそれについての回答っていうのはできないけど、うん、なんかこうしてるよみたいな話が久しぶりにできたらいいのかなと思って持ち込んでみました。はい、はい、そう、本当にあのこのラジオを聞いてお花を生活に生けることをやってみたいと思ったとか、うん、観葉植物憧れてたけど、うん、なんか一回挑戦して枯らしたから二度とと思ってたけど、うんうん、やっぱりチャポイコ聞いてもう一回挑戦したいと思ったってお便りたくさん届いているじゃないですか、うん、ただいろんなその育て方とかメンテの仕方ご質問いただくんですけど、私自身も、まあ、吉部さんもそうだと思うんですけど、そういうプロではないのと、いろいろ長年好きだから自分たちでトライアンドエラーを繰り返す中で付き合いやすい植物とか、うん、自分なりのメンテの仕方を見出してきたっていうことで、うん、それが正解か不正解かっていうのがわからないから、うん、今回ね、ちょっとあの私たちの北欧暮らしの道具店っていうサイトとかアプリ、それから YouTube でこれちょっと連動をさせて、あ、連動企画ってやつ、そうなのよ、これ持ち込み企画じゃなくてね、連動企画、なるほどね、その連動に乗ってるのね、このそうラジオはね、そうなので、なんか私たちがそういう技術的なご質問とかに答えるっていうのが難しい範囲については、うんうん、今回ですね、観葉植物とか植物と付き合う基本中の基本みたいなことを、うんうん、フラワースタイリストの佐藤由美子さんっていう方のご自宅に読み物記事と動画とで同時取材に行かせていただいて、はい、記事が8月の25と26にもうすでに当店のサイトとかアプリでアップされていて、うんうん、はい、かつそのちょっと前の8月23日には、うんうん、それの動画バージョンの番組も公開されているはずなんですね、うん、YouTube チャンネルの方で、なのでラジオ、読み物、うん、YouTube の番組っていう3本がこの連動した企画になっているので、うんうん、私たちは最近こんな植物と仲良くしてますとかっていう植物をどう最近楽しんでるかを多分おしゃべりしまくる回になると思うんですけど、うんうん、もっとどうしたらっていうノウハウ的なこととか、佐藤由美子さんの素敵な植物ライフを見たいっていう方は、うんうん、もうあちらの方へっていう、うん、感じです。眼福なはず、はい、きっと眼福なはずです。はい、ということで、はい、企画の概要はね、そんな感じなんですけれど、はい、特にこの2年コロナ禍の中で家時間も増えたりして、うん、私も家の中はもともと植物もりもりだったんですけど、マンションにちょっと小さなルーフバルコニーがあるんですけど、うんうん、そこをベランダガーデンにするっていう、うん、のにハマって未だにせっせと世話してます。3年目、もう3年目だね。で、外の植物もやっぱりダメにしちゃったのもあるし、うん、ある季節にはわんさか花が咲くけど、うんうん、その花が終わった後にどうしていいのかわからなくてうまく育てられなかったっていうものもあるし、うんうんうん、冬になっちゃうと枯れ木ばっかりになっちゃうベランダ寂しいから、うん、どういうのを基本置いとけば年中グリーンがあるんだろうとか、うん、そういうのは3年目にして少しずつ掴んできて今って感じです。3年でそんなにできるってすごいね。そうで、なんか私 YouTube のいろんなお庭系の YouTube とか流してる方たくさんいて、うん、一時期すごいその勉強してたんですけど、うんうん、なんか私料理とかもなんですけど、何かを見ながらその通りにやるっていうのがすごく苦手なんですね。うんうん、わかります。だからなんとなく概要をつかんだら、あと自己流で、うん、でトライアンドエラーを繰り返しながら自分でこう仲良くなっていくっていうのが何においても好きで、うんうんうん、だから最近はあ、この植物だったら自分なんかでもベランダで元気に育てられるって分かってきたのがいくつかあって、で、うん、なんだろう、ね、それがユーカリの鉢植え、うん、とローズマリーと、まあ、オリーブ、うん、この辺りはずっと一年中緑なんですよ、はいはいはい、あんまりこう落葉したりもしないし、う
基本的に日を当てて水やりをしていれば、うんうん、ずっと枯れずに冬の間もローズマリーとかって、うん、緑でこう元気にプランターを張ってくれてるので、うん、なんかこの辺りはもう基本ベランダをにぎわす植物としてもう育てようって決めてそれはやっていて、あとはミント系、あミントは強いし、うんうん、まあ、増えすぎちゃうっていう怖さもあるんですけど、うん、ミントって言ってもレモンミント、ね、パイナップルミント、うんうん、アップルミント、ペパーミントとか片っ端からいろんなミントを育ててます。わあいいな、そこさ人撫でするとさ手がこれたまんない、夜中とかにしかなかなか平日はベランダにゆっくり出れる時間ないんだけど、本当に23時過ぎとかにもうお風呂も入って濡れた髪とかを乾かすために外で、でタオルでこうもしゃもしゃってやりながら、さわーってその、うん、あらゆるミントを撫でますのよ、うんうんうん、それをね嗅いでみて、もうってなるから最高だねってなります。ちょっと白目向いてた今あの瞬間がね、うん、かなりこう多幸感を感じられるので、ミントはあの近所の花屋さんとかでも買うんですけど、うん、あの、うんうん、そのちょっと珍しいミントの種類はネットで注文したりして4鉢取り寄せたりして、それがねその段ボールに入って届くわけよね、うんうん、これをパカッと開けた時に、うん、見たことがないミントと対面するこの瞬間、これもやばいんですよ。やってみたい、ぶち上がるんです気持ちが。でも早く植え替え、早く植え替えてあげたいこのこの気持ちで、例えば水曜日の夜とかにミントちゃんが届くとするじゃない、うん、すると、ま、土曜日まで植え替える時間ないよね、うん、この待ち遠しさ、これねお届けしたい、この待ち遠しさ、うん、あ我慢できるかな。本当に続きの韓国ドラマ見たくてたまらないのと同じぐらいの楽しみがあるんですよ、うん、このミントをじゃあどうやって寄せ植えにしようかなとか、うん、何の鉢の隣に置こうかなって考える時間が、うんうんうん、あ、なるほどね、めちゃくちゃシミュレーションね、そうなのよ、間までね、そうそう、それをねまず頭の中で3日間ぐらいこねくり回して、うんうん、で土曜日に、うん、まあ、ビールをコップに注いで、うん、パラソル立ててよし植え替えるぞっていう時にスマホで音楽鳴らしてねこのねまた植え替えの時間楽しいんですよ準備万端や、そうなんですよっていうことで、ね、ちょっとベランダの話ばっかりになっちゃったけど、吉部、うんうん、さんは室内の観葉植物よね、最近なんか仲良くしてるとか、うんうん、ご質問でも、うん、ぶら下げ系の植物にハンギング系っていうんですかね、はい、にチャレンジしたいけど何がいいかとか、うんうん、ご質問いっぱいいただいてるから、こういうのはうまく育てられてる長くっていうのはありません、うん、吊り下げるのは重さがこう土と鉢って重いじゃないですか、プラスチックの鉢にしても重いので耐えられるところって考えるとやっぱりうちちょっと難しくって、あの天井から梁が出てる、はいはい、あそこにラフィアとかのなんか藁とかの紐を巻いて S 字フックでぶら下げてるんですけど、なんとかカズラ系の植物、なんとかカズラ系、そういるじゃないですか、カズラっていっぱいいるじゃないですか、初雪カズラとかもそうかな、そうそうそう、うんうん、何々カズラみたいなのはツタ系みたいな感じかな、どんどん伸びていくやつ、下にどんどん垂れてボリュームが増えていくタイプのものは、うんうん、やっぱり吊り下げると綺麗だなって思います。葉っぱもどんどん増えるし、うん、こう短い茎は上にツンツン伸びて本当髪の毛が伸びる感じですよね、って言うとちょっと怖いかな、怖いね、なんか今想像しちゃった今日吉部さんさ、例え話がさヨーロッパの坊ちゃんとか寝起きなのかな、若い人にしかわからないような私寝起きなのかな今、うん、吉部語が連発されてって面白いけどそうそう、バサバサバサってこう、なんとかカズラは育てやすいし強いし、半日陰みたいなとこでも割とずっといるなっていう気はしてます。育てやすいんだと思います。それはやっぱりなんかどうしてるの？そのぶら下げてる状態だけど水やりとかは、うん、ぶら下げてる状態で下に水受けられる皿を引いといて、ここにちょろっと水が出てくるのをこう指で触りながら、あ、じょうろで、はい、じゃあもうそのかけた状態のまま受け皿があるから水をあげてっていうことか。うんうん、そうそう、で日頃は今エアコンの時期なので、うん、風が当たるから葉水かけてあげてとか言うんですかね、うんうんうん、水やりして葉水あげるっていうのは結構なんか自分の頭セットするよりもすごい好きな作業なので、あなんかわかりません、わかりますわかります、起きてこうんってこう
ね、目も開かないみたいな状態で、うん、結構水やりしながら、うん、自分も水飲みながらこう紙水あげたりして回るっていうのが毎朝のルーティンなんですけど、うんうん、なんかねいいんですよね。わかります、うん、ちょっと話が飛んじゃったんだけど、そのカズラみたいなのと、カズラ系ね、はい、あと芯入りで手間をかけてるのはプテリスっていうのと、 あとフレボティウムオーレウムダバナ、あとペペロミアとシュガーワイン、うん、でもどれも下に置いても上から吊るしても素敵なやつなので、いろんなあの配置で楽しめそうな植物かなと思ってます。あとずっと言ってるけど、ウンベラータとエバーフレッシュとポトスは長生き選手ですね。私ね、エバーフレッシュがうまく付き合えないのよ。あれはね、誰かに言ったらすっごいわさわさのまま育ててる方いっぱいいるじゃない、うん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 、なんか私ね、エバーフレッシュ憧れあるんですよ。大きないつかエバーフレッシュを買って、うん、置いてみたいなって、自宅のシンボルツリーにって憧れあるんだけど、うんうん、小鉢のエバーフレッシュがどうしても何回もパラ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 、うん、パラ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 葉っぱが出すんでしょうね、うん、だから掃除が大変だろうなとか思うと、はいはい、大鉢にチャレンジできないんだけど、うん、見た目とかすごく爽やかじゃないですか。爽やか、シャラシャラしてるし、うん、夜寝るしね。そう、今どうやって育ててんだろう。私小さい鉢で買ってきて、うん、ちょっとずつ鉢を大きくしてて、今背も70センチぐらいになったかな。なんかひょーって先っちょだけ伸び始めたので、途中でカットしたらそこから結構いい形に伸び始めてくれたんですね。それまぐれだったんですけど、うん、あの計算してそうなったわけじゃなくて、ネットで見た方法でやったらいいところで切れてたみたいで、いい枝が出てきたんですね。で、日頃は本当乾いたら基本の通りにやってるんですけど、乾いたら水あげて、うん、でもあの人は葉水がすごい好きですよね。霧吹きで、うん、朝起きたらそれもなんかびしょびしょだねっていうぐらいそうあげるんですよね。全部にこのびしょびしょだね、床もびしょびしょだねっていうぐらいあげて、あのね、うん、これ余談なんだけど、はい、今日ねちょっと8月1日にね入社したばかり あのスタッフがね、うん、チャポイコの見学来てくれてるんですけど、入社した時に折り絵みたいなのするんですよ、うんうん、で彼から事前に質問をねもらってそれに答えるみたいな、うん、でその動画とかラジオを扱ってるチームに入社してくれたので、当然ながらそういう質問が来ると思っていたら、うん、その質問項目の一番最後に、佐藤さんはすごく植物を育ててるイメージがあるんですけど、葉水をすると床びしょびしょになりませんっていう質問が私そのまあさわーっと床がしっとりするくらいはあるんですけど、はいはい、びしょびしょになるほどに霧吹きした方がいいんですか。なんかシャワー浴びたなって、こう首振ったらなんか飛ぶぐらいの私は葉水をあげてますね。ただ汚れも取れる、あのほこりも取れるので、あと気持ちよさそうなんですよね。そうだね。でちょっと点々ってついてるぐらいじゃ季節的に足りないって言われてる気がして、はいはい、今特にびしょびしょにしてますね。そっか、霧吹きをめちゃくちゃするので指でシュポ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 するの辛いじゃないですか。指関節がね、わかるわかる。なので加圧式のポンプ、あ、うんうんって言ってる、持ってます。それをシューって、そう、それでそうするとびちょびちょになっちゃうって言ってた。その霧吹きを使うとパワーがすごすぎて、そうそう一緒ですでもあのパワーがないと寝ぼけまなこではなかなかできないかもしれないですね。そしてその濡れた床、はい、うん、どうするんです。それを知りたがってました。彼はあの MQ クロスモップ、あ、それで、あの水だけで販売してる。そう、水だけで汚れが取れる、床掃除のチャンスなんですね。そうですね。私も加減はしてて、今日はいいかなっていう時は、うん、まあ、乾けと思います。今日乾けるよな自力でっていう天気もいいし、それぐらいの力お前あるよなっていう、天気から乾けるよなって放置していきますぶら下げ系で私が割と長く枯らさずうまく育てられた植物が、うん、ペペロミアです。すごくいいですね、ペペロミア。でペペロミアもいろんなペペロミアなんとかってジェロミとかねあるんですけど、そうそうそう、最近非常に仲良くしているのは、見た目がちょっとスイカみたいな葉っぱ、ちょっとしましま模様がついている、うんうん、ペペロミアアングラータ
っていうのが、割としばらく土がカラッカラでも、うんうん、葉っぱが茶色くなったりして焼けちゃったりしづらかったり、うんうん、付き合いが少しズボラでも元気でいてくれる、で下に向かってつるみたいに伸びていくので、うんうん、格好もいいし、うん、すごく育てやすいなって仲良くなれたのが今言ったペペロミアと、もう一つよくご質問いただくのが、本当に名前がずっと分かんなかったんですけど、昨日夜中調べ上げまして、エピフィラムクリソカルディウム、後でテキストにしてチャポイコンの記事にちゃんと貼っておくようにしました。皆さんそれコピペして検索していただいて、これがね、なんて言うんだろうな、ブリブリした葉っぱなんですよ。あ、よく苔玉とかになって売られてる時もあるかもしれないし、鉢、はい、になってるのもあるの、はいはいはい、うちは鉢でぶら下げてるんですけど、あのソファーとダイニングの間にいろいろドライフラワーとかと一緒にぶら下げてるところの、結構シンボリックに目立つからお問い合わせよくいただくんですけど、うん、でもこれが珍しく私としてはかなり長く付き合えてて、うん、でこういうのも植物屋さんで聞いた時に、そんなにしょっちゅうお水あげなくていいですよって、うんうん、それこそ葉水とかを定期的にしてくださいって、で時折鉢の下から水がジャーって出るくらい、うん、その水を通してあげてくださいって言われてたんだけど、どうしてもそれでは元気に育てられたんですね、うんうん、言われた通りにしてるんだけど、でも枯らしたくないから、自分なりにどうしたらいいんだろうっていうのをすごい研究して、うん、最近そのめちゃくちゃ元気にする方法が一つ自力で分かったのが、うんうん、なんかね、こうお風呂に浸からすみたいに、うんうん、大きな野田宝堂の植物手入れ用のたらいを持ってるんですけど、はい、あのたらいに水を張ってそこに数時間漬け込む、うん、でその後お水から出して少しその水が足りないくらいに乾かしてからまた元位置にかけるっていう風にすると、うんうん、それね、1ヶ月に1回とか漬け込むくらいのペースでプリップリを保てるんですよね、うん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 、なのでその1回お風呂に入れてあげる気持ちで水をしっかり吸水させると、翌朝ね、この指の先まで、うん、元気になってるのよ。もうこれがまたさっきのミントの時みたいに喜びにあふれる瞬間なんですよ。いや本当に分かりやすく返事してくるなっていうね、嬉しいよね、うん、植物って反響をくれるじゃない。くれるくれる。もちろんそのインテリア目線でも素敵な空間になるとか、うん、目が癒されるっていう良さもあるんだけど、やっぱりこう仕事とか人間関係に私適応して、うんうん、すごく植物を育てるっていうのが学びがあるんだよね、うんうんうん、なんかその置き換えるっていろいろ考える、うん、いろんな時があっていいんだなとか、うんうんうん、こうケアされるとまたこういう風になったりすることもあるんだなっていう時に、仕事でもなんか会社でもいい時期とパッとしない時期ってあるじゃない、うんうんうん、でもその特にパッとしない時期にどういう風に考えて持ちこたえようかなっていう時に、うんうんうん、日々のルーティーンに植物の世話をするっていう行動があることで、なんか学ばされることがめちゃくちゃあるのよね。本当そうかも、うん、今パッとしない植物、うちの中でウンベラータなんですけど、うん、切り戻して枝ぶりがパッとしなくなったんですけど、うん、まあ今そうそう途中ですもんね。プロセスだもんね。何か新しいことを思いつけない時ってあるじゃん、うんうんうん、やりたいこととか、うんうん、そういうポジティブな方が出てこないっていう時も、なんかこう植物と暮らしてると自分に聞かせるのが、今そういう真新しいこと、要は花を咲かせるようなアイデアを思いつかなくても、うんうん、目についてる、あ、ここ問題だなとか、うん、ここ課題だなみたいなのを積むことからコツコツやろうって思うんだよね、うんうんうん、でもなんかそういうのがやっぱり植物と暮らしてなかったら体感的にこう分からなかったこともたくさんあったかもなって。うん、確かにな。じゃあ今夜のインターネットラジオチャポンと行こうはここまでです。皆さん今日のお湯加減いかがでしたでしょうか、ね、久しぶりでしたね。でもなんか植物事情これだけ、うんね、まあまあ暑いわ。なんか楽しかった。めじゃない？楽しかった。うん、厚めの気がする。私はね、ところどころで鼻の下の汗を拭ってたからすごい沸騰してなって。そうそうそう、楽しすぎた。店長沸騰してなって思いましたね。はいはい、47度。はい。
ありがとうございます。今日そう、私たちはどういう植物と最近仲良くしてますとかっていう話が中心だったんですけど、皆さん多分ちょっと虫出ませんかとか、うん、水やりの頻度とかっていろいろこう取り入れては見たいけどどうしたらいいのかっていう疑問がきっと終わりだと思うので、その佐藤由美子さんに取材かせていただいて、あの、ね、土の構造とかまで教えてくださって、へ、うん、だなんでカラカラになるまでしょっちゅう水を過保護にやっちゃいけないのかっていうのが図解してくれて説明してくれてるんですけど、その理論が頭に入ると意味がわかるってめちゃくちゃ思った、うん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 、だからそういう情報が動画とか記事の方であるので、あの、私たちのこのわちゃわちゃした、うんうん、ただのノリのいい植物トークを聞いて、うん、あ、植物いいなって思った方は、うん、ぜひそちらでまた別の種類のインプットをしていただけたら、はい、じゃあ皆さんの気分が今日も少しでも緩まると嬉しいです。番組は北欧暮らしの道具店のサイト上やアプリに加えて YouTube や Spotify など合計7カ所で配信をしています。ぜひご自分のライフスタイルにフィットしたプラットフォームでお楽しみください。引き続きお便りも募集しております。感想やご質問などサイトやアプリでチャポイコ最新記事を検索していただき、ページ後半にあるバナーよりお送りください。 Spotify などの場合は説明欄のリンクからお便りフォームに飛ぶことができます。全国のチャポロアの皆さん、お便りお待ちしてます。次回のチャポンと移行は9月11日日曜日の夜20時を予定しております。それでは明日からもチャポンと緩やかに、そして熱くいきましょう。北欧暮らしの道具店店長の佐藤とスタッフの吉部こと青木がお届けしました。それではおやすみなさい。おやすみなさい。